ベルタックスというわけで、ちょっとね、いつもと違った大人なノリで、はい、サバゲやった後絶対片付け必要じゃないですか、はい、そうですね、やっぱり片付けて帰るまでがやっぱりサバゲなんです。それが苦手なんですよ。まあね、ノブさんももちろんご存知だと思うんですけど、ね、はい、俺車の中超汚いじゃないですか。ガッチャガチャですね。ガッチャガチャですね。本当にね、整理とかが超苦手なんですよ。そうなんですよ、僕たまにね、はい、モロさんの車乗せてもらうんですけど、今日もね、そうでしたね、お部屋それだけ片付けが苦手なんですよ、はい、本当ね、はい、なんかね、こういつもね、装備もうとりあえずバババババって大きい風にこうバンバンバンって入れて、はい、で終了なんですよ、はい、そうするとね、どうしても大きくなっちゃうんですよ、はいはいはい、それがね、ちょっとね、悩みというか、なんかいいまとめる何かないのかな、はい、みたいなね、ところなんですよ、ね、いやいや、よくぞ言ってくれました。はい、おっと、さっきね、はい、さっきのドムさんに、はい、装備外せって言われて、はいはい、で全部まとめて、はい、あれ、はい、どこ行ったんですか。これですか。はい、これがね、だってプレキャリと、はい、ハンドマンと、はい、あとマガジンやら何やら結構、はい、どっちが私したと思うんですけど、これに、いや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 、だってこれ、だってプレキャリが入るとしたって結構ギリギリサイズですよ。ギリギリです。ギリギリです。全部入ってんすか。入っちゃってます。ちょっと開けてみていいですか。これはですね、はい、まあ、ダイラックスが最近発売しました、はい、アームズバックパック。ほう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 。アームズバックパック、まあ、基本コンセプトが、まあ、この一つで、まあ、ハンドガン戦、まあ、インドアフィールドとかで、まあ、ハンドガン戦ぐらいならこれ一つで、まあ、電車に乗って、うん、そうですね、いけたらいいよねっていうサイジングで作らせていただきました。これなら電車乗っても恥ずかしくない。そうなんですよ、ね、まあ、見た感じ、そのタクティカル系からちょっと外して、うん、あえてモールテープであったりとかっていうのはもう廃しました、はいはい、その方がまあ見た目にそのまあ何ですかね、一般的な感じなのかなという、うん、そういうところもあり、ね、こういった形にさせてもらったんですが、この中に、まあ、これリュックサックになっております。この中にモロさんのいろいろな恥ずかしいものが、恥ずかしくない恥ずかしくないです。ただ所差しと警察さん書いてありますけど、はい、あのプレキャリがほら入っちゃった。入ってます。じゃあ一つずつ出していきましょう。あ、はい、じゃあちょっとぜひお願いします、はい、まずですね、はい、このフロントの、はい、ジッパー開けていただきますと、はい、BB ロゴだ、はいはいはい、そうですね、はい、これ筋に、はい、それから、まあ、工具を使っていはったで、マーカー、はいはい、今日使わなかったですね、はい、うん、さらにここにもう一個チャックがあります。チャックを開けていただくと、さらにここで真ん中で間仕切りがありまして、こっちの広い方にリボノ、はい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 、おお、まだまだ、はい、さらに、はい、いやいやいや、これはもう何堂のテレビショッピングですみたいな感じになってますけど、さらにこっちの小さい方の、あ、まだあるんですね、お、そんなとこに、ここにですね、まあ、鍵ですとかチェーンリングみたいな感じですぐに取り出せるようになってるんで、シュアフェアつけて、はい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 、はい、ここで終了ですね、はい、では、次にその下の段、これは、はいはい、サブコンパートメント、あ、ここはじゃあ、はい、でそしたらいよいよこれはプレキャリが出てきちゃうのかな。まだなんですね。おっと、おっと、じらしますね。おお、すげえ。ね、このサブコンパートメントの裏にベルクロのシートが貼ってありますので、まあ、使ったベルクロを貼り替えたりとか、はい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 、あとこれなんかショートしてるのね。あ、これが標準装備なんですか。いや、これは別ですね。あ、別部位だ、はい、あ、なるほど、そういうのもつけられる、はい、使い方ができる。なるほど。あと、BB ローダー、はいはい、ローダー、すみません、さっき使ったキャップなくしちゃいました、ね、はい、すみません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 、はい、これが入っております。はいはい、これがサブコンパート、これがサブコンパート、いよいよ、はい、いよいよメインは、はい、メインコンパート、あ、メインコンパート、ここが入ってるのかな、じゃじゃん、で、よっと入ってた時に、入ってた、入ってた、ここに大容量メインコンパートメントのこういった形になってます。
それでまずはこの細かいマグキャッ、マグポーチ的なね、はい、あとホルスターも、はい、はい、で、警察の、パッチ付きの、パッチ付きの、いや、ダイヤモンドバッグですよ、今となってレアな、ね、ダミープレートですね、あ、入れっぱなしで ね、入ったままの、よくプレート抜いてはる人多いんですけど、はいはい、入ったままの、大きさの、はあ、これ M サイズなんですよ、確か、はい、ね、で、M サイズだったらバッチリ入るってことですね、はい、十分入りますね、ちょうどいい感じかなと、そうですね、ぴったりですね、はい、で、大体ですね、まあ、迷彩服とか、はい、着用される方なら、上下セットが2セット分ぐらいは十分に入るような、なるほど、はい、じゃあもう、もう死ぬほど汗かいた後も着替えとかも入れておけないですね、そうですね、僕の友人なんかが、例えばメレルですとか小さめの、はい、トレッキングシューズをおーまあ入れてとかもありますし、僕の場合は、まあ、ベルトとホルスターとマグポーチの、まあ、軽い腰回りといいますか、そういったラインを織り交ぜて、使い方はまあご自由、すごい深いですもんね、そうですね、これが十分に、はい、で、はい、これで終わりと思ってもらったら、そう、そうなんですよ、困っちゃうんですよ、これが ね、ここまで終わりました、はいはい、この後ですね、終わった、実はここにガンコンパートメントほうあります、ほうという形でですね、はぁ、なるほど、ここにまあこういうあのポケットがついてます、これでもパソコンなんかも入りそうなサイズですね、そうですね、ちょうど、15インチ程度まで、まあ、僕この iPad を入れたり、あ、楽勝してる、結構ね、厚めのウレタンで防御してくれますので、いや、全然普段でも使える感じですよね、そうですね、僕出張の時に、ええ、着替えと、はいはいはい、PC と、はい、そういったものを入れて、持ち運んだり、でこっちに電源とか入れればね、そうですね、小物はかなり前に入っちゃいますので、で、この、はい、ベルクロで、まあ、この、はいはい、止めていただく形で使っていただければ、なるほど、なるほど、はい、これは全部ついてるんですか、はい、最初から、はあ、ハンドガンのマガジン3つとあとこのね、そうですね、M4 マガジン1個、これも M4 マガジンつけるために、はい、こういった形で2つ、なるほど、なるほど、使ってますんで、まあ、はいはいはい、使い方はご自由、うん、何をつけていただいて、なるほどね、これで染められるものだったら、そうですね、はい、なるほど、大きさで言いますと、はい、東京丸井の、電動サブマシンガン、はい、コンパクトマシンガンの MP7 がギリギリ入るかなと、あ、ここにサイズに、スコーピオンですとか、MP7 とか、ああいうサブマシンガン系をインドアで使う方にはもううってつけかな、なるほど、楽勝ですね、じゃあもうね、これにね、たっぷりボンバー入るってのが分かりました、はい、とはいえね、はい、限界があるわけじゃないですか、はい、さっきの MP7 ならっておっしゃってたんですけど、はいはいはい、普段ね、416C とか、はい、あの辺使ってるんで、なるほど、まあ、できればね、それが入ったら嬉しいですが、これ以上はちょっと、そうですね、これちょっとこれが限界かな、はい、よかったですね、ということは、まあ、例えば P90 ですとか、はいはい、そういった、まあ、そうですね、MP5 とかね、MP5 とか、そのあたりのサイジングのものが入ればベスト、はい、はい、ベストですね、分かりました、はい、こちら、うん、うわ、早い、素晴らしい、こちらが、ライトガンケースネオ、以前から、まあ、うちの方でライトガンケースっていうのを、はいはい、まあ、これと、まあ、見た目ほぼほぼ同じ感じのものを発売していたんですが、はい、まあ、ちょっとこの取っ手の部分がちょっと持ちにくいよねっていう、ご意見がありましたんで、なるほど、今回、まあ、新しく、こういう形で挟み込むような、なるほど、これ面白いですね、ぐっと握り込んだらいけるような、はぁ、あと、重心といいますか、すごく持ちやすい形になっていると思いますので、以前のチョコね、持つとこうかしんじゃう感じがあったので、あ、なるほど、ね、そこの改良をして、まあ、寝ようという形で、これもまたこっちで挟み込む的なね、そうです、これで、あ、こういう感じ、はい、あ、なるほど、なるほど、はい、で問題はこれにどれだけのものが入るかという、はい、そうですね、じゃあ、まあ、うん、せっかくなんで、じゃあ、まずこれいきましょうか、はい、ね、はい、このね、パトリオ、はい、ね、まあ、まあ、よくあるね、このウレタンのスポンジ、はい、はい、ここにこう、バシッと、あ、バッチリ、そうですね、サイトを立てるとちょっと厳しいかな、まあ、これで、お、
バッチリ入っちゃいますね。バッチリだ。バッチリですね。はい。じゃあ次はそうだな。あ、じゃあこれいきますか。はい。はい。P90。はい。これもね、サポがついたままではもう。あ、まあまあそうですよね、まあ、外してもらうとバッチリ全然バッチリですね、はい、じゃあってことはですよ、はい、ってことはこれもいけちゃうんじゃないですか、これ MP5。 そうですね、ただねこれちょっとな、あ、長いな、はい、あとハイダーがついちゃってるんですよね。あ、じゃあそのハイダー外していただければ。はい、外した、はいはい、はい、入っちゃいますね。お、ぴったんですね。でこれをこう入れて、はい、なるほど。じゃあもうこれもクルツなんか、クルツなんか楽勝ですね。そうですね、この辺りまで、はいはいはい、あ、もうバッチリ閉まる感じで、はい、なるほど。じゃあもう、じゃあ実際クルツを入れてみると、はい、あ、これさらに例えばこういうこともいけちゃうわけですね。そうですね、なるほど、いけちゃいますね。なるほどなるほど、これは結構入りますね。そうですね、あ、こういう感じで、はいはいはい、なるほどなるほど、うん、じゃなかろうかですね。なるほど。で、まあ、スポンジちょっとね最初固めですが、はい、こっちを入れていただければ、これで、なるほど。あ、結構ねボディも、そうですね、あとねこう見た目にあんまりこう眼ケース感がそんなにないっていうかね。ああ、ありがとうございます、うん、この持ち手いいですね。ありがとうございます。じゃあクルツがですよ、こうやってバッキッと入ったっていうことは、はい、よいしょよいしょ、まあまあ、今こうなってるわけですよね、はい、じゃあこれにさらにこう、はい、はい、ドンつって、はい、よいしょ、はい、さらにこうドンつって、ドンつって、あれ、もう一個あった、どこ行っちゃったどこ行っちゃった、どこ行った、あ、こんなに入れちゃったんだ4丁はいい、4丁はいい、もう一丁はちょっと厳しい感じで、はい、ね、うん、あとマガジンをこうボンボンボンと、そうですね、バッチリいける感じですね、はい、これでハンドガンアホみたいに使う人も、はい、ね、ハンドガン弾にバッチリ、そうそう、スペアマグ代わりに指の銃を出すみたいなね人もバッチリこれ対応できるわけですね。はい、いけると思います。いやなるほどなるほど、はい、いやでもねやっぱ気になるのはお値段ですよね。はい、テレビショッピングみたいな、そうですね、あの変な気分になってますけど、そうですね、こちらのアームズバックパックの方は頑張らせていただいて、はい、定価11,800円。お、なるほどなるほど、はい、でこちらは、はい、こちらのライトガンケースネオですね、こちらの方が9,800円。あ、はい、いいですね、これね結構しっかりしてるし、そうですね、うん、まあ、セミハードと呼ばれる部分にはなるかな、はいはい、でまあスポンジも結構厚めなので、はいはいはい、まあ大切な銃をね傷つけることももう非常に少ないのではないかな、そうですね、はい、そうですね、思います。でも本当これとこれだけで、はい、これもインドアと言わずになんかね、はい、アウトドアも全然いけそうな感じですよ ね、 すね、はい、まあ、特にねやっぱり電車に乗って移動されるユーザーの方が、昨今増えてるんではなかろうかなと僕たちも思っておりまして、その時にまあこれを担いでこれを片手に持ってても、まあ違和感なく、うん、そうですね、はい、いけるのではないかなと。駅に全然溶け込めます、ね、溶け込めるのかなというふうには思ってます、はい、いいですね、はい、はい、こういう感じで、はい、こうやってもう、ああ、もうかなりこれインドア感出ますよね、はい、クルツっていうのがね、そうですね、はい、よいしょ、はい、今日これでラストでしたっけ、ね、そうですね、もうこれで終わりです。あ、分かりました、はい、じゃあね、今日はこれでということで、ね、はい、またあのね、あの次回、デルタックスね、ぜひ、ね、ご覧いただければと思いますんでね、チャンネル登録、いや、終わりですよね、あ、終わりです、うん、あのチャンネル登録一つね、はい、お願いしますね、よろしくお願いします、はい、じゃあ、すみません、あの今日これで失礼しますんで、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました、はい、これすいませんね、なんかねすいません怒られる、いやちょっと後で何とかしてみますからね、はい、はい、じゃあすいません、お疲れ様でした、失礼します、お疲れ様です、